まだ来るかっつーの。迎えに来たぜ。小細工しやがって。さあ乗った乗った。私たちはいつも忘れてしまう育った家や家族のことを。交わした言葉が最後になるなんて思わないから。船酔いか。うん、平気。そうか。軍隊の警戒はなしか。この町じゃルシなんて遠い世界の出来事なのかね。はあ、召喚獣ダンスパレードだとよ。じきに始まるな。せっかくだ、見物しようぜ。うん、番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。パルムポルムを襲撃したルシは市民を無差別に攻撃した後、今なお逃亡を続けています。政府軍はルシを追跡していますが、ルシが市民を人質に取ったため人命を尊重し攻撃を控えています。どうした。友達が。あいつら見つかっちまったか。人質なんかルシと一緒に吹っ飛ばしちまえばいいんだ。ルシに近づいたんだからどうせパージだよね。もうすぐパレードの時間だ、行こうぜ。ほら、どうした。目いっぱい楽しもうぜな。もうすぐお別れだって分かってたから笑って過ごしたかったんだ。それはかつて国運で起きたパルスとの戦争の物語でした。の始まりだ。ルシなり。
ハルスの襲撃ってか。私たちさえいなくなれば、国運は平和になるの？どこへ行きましょうか、お嬢さん。サッツに任せるよ。うん。私、笑ってばっかりだ。よし、ノーチラスパークでデートだ。たくさんと遊ぼう。遊んでていいのかな。使命のことなんか忘れちまおうぜ。そうすりゃこれも消えるかもだ。うん。じゃあ出発な。政府が作ったでっけえ遊園地だ。ルシも観光するって教えてやろうぜ。思い出の場所とか。ドッジに約束したんだ、いつか連れてってやるってな。土産話だけでも聞かせてやりて。会えるよきっと。そうだな、どこにいるかは分かってるんだ。一緒に行っていい？ああ、いいですと。お前はどうだ？誰かに会いたいとかないのか？会いたいのは…なんで寂しいやつだな。冗談だよ、しゃあねえな。寂しくなんかないよ。全部打ち明けようって思ったんだ。この夢のような時が終わったら。お、興奮してるぞ。お友達できるといいね。ドッジはチョコボが大好きでな、ここのチョコボを見たがってたんだ。行ってみようよ。トリクセー、くー、こりゃきついな。おい、懐かしい匂いがしたんだ、パルスの大地に。待てよ。もう仲良しになったみたい。やっぱり仲間といるのが幸せか。
楽しいことは倍になって、悲しいことは半分になる。一人じゃおじけづいちまうことも、仲間がいりゃできちまうってか。お？お？ああ。でも一番はお父さんだね。当たり前よ。ありがとな、バニラ。これでドッジに会ったらチョコボの話をしてやれる。ドッジは今軍に保護されてるんだ。サイコムだっけ。ああ、国運のルシだからな。使命が分からなくて検査受けた。俺は軍に投降する。え？当然ルシは処刑だろうな。まあ軍の奴らも鬼じゃねえだろう。最後の頼みぐらい聞いてくれるさ。処刑の前に一目でいいからドッジに会ってチョコボの話をしてやれたら思い残すことはね。でも待ってよ。心配すんな、巻き込みはしねえさ。お前を逃がして俺だけ自首する。そういうことじゃなくて。すまんな、バニラ。おっさん疲れちまったんだ。だけど、じゃあ復讐は？ドッチ君がルシになったのはパルスのせいで、仕返しするまで死んじゃダメだよ。私知ってる。エフリーデの事故、犯人のルシを知ってるの？あ、本当か？あの事故を起こしたのは、チキショウ、どこに隠れてやがったんだ。逃げるぞ、バニラ。ハッドを塞がりかよ。